はい、お疲れ様です。今日はですね、全然今まで動きがなくて、で船が戻ってきてたんですけれども、途中で船首を海の方に向けてまた戻っていったそうです。でこういう時っていうのはですね、その本当は諦めようとしてたんですけれども、どっかの船が見つけたということで、そっちに向かってる可能性があります。でその今太子港まで戻ってきたんですけども、ですね、ここの港のこれがイルカ漁船です。でここまで戻ってきて今止まって待ってます。だからもしかしたらこっちの先にイルカがいて、まあ、それを見つけたってことで、他の船が集まってて、この船は様子見でここで止まってるのかもしれないですね。せっかく今日は失敗したするのかなと思ったんですけれども、もしかしたら今見つかってしまったかもしれないです。またちょっとこの後ですね、岬に戻って、様子を見ようと思います。まあ、逃げることを祈ってます。皆さんも逃げることを願ってていただければと思います。また中継します。